村里敏明は日本の実業家、東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会国際障害スポーツ局長、国際スキー連盟副会長。岩手県森岡市生まれ、渋谷区立小等中学校、東京都立駒場高等学校、東京教育大学体育学部を経て、1976年ウィーン、大学体育教師養成課程終了。 岩手県スキー連盟副会長、日本オリンピック委員会理事、全日本スキー連盟理事、日本アンチドーピング機構評議員等を歴任。2008年の全日本スキー連盟役員会選に、監視、理事の一部が、村里理事らに、理事の地位にないことの確認を求めた訴訟がなされ、2010年に、東京高等裁判所で理事を辞任する内容で、和解が成立した。 2012年東京2020、オリンピックパラリンピック招致委員会、アドバイサー。2013年東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会国際障害スポーツ局長、国際スキー連盟理事。2016年国際スキー連盟副会長。リメンユキ雪ニ青年会議所日本代表選手団、名簿 JOC。 ハット ABC 東京オリバラ事前キャンプの概要と企業の関わり方ビジネス IT ハット村里俊明、全日本スキー連盟役員裁判で和解が成立スポチ2010年6月29日6時スキー連盟伊藤義郎会長ら4人辞任役員改選訴訟和解朝日ドットコム2010年6月29日8時18分村里氏が 国際スキー連盟副会長に就任日本経済新聞2016年6月12日14時7分。ありがとうございます。